はい、こんにちは、レトルトと申しまーす。今回は、だるま落としならぬかかと落としっていうフラッシュゲームを見つけたのでやってみたいと思います。スタート。かかとをこうなんかだるま落としの要領でやっていくのが、厚底ってもうちょダサいの。あー、なるほどね。こんな感じで、あ、ここをタイミングよく真ん中から、おい、気持ちいい。厚底ってもう流行ってないんだな。あ、いいね。あー、やばい、危な。これさ、足とか叩いたら大変なことになるんだろうね。レベルレディー1クリア。あ、いろんな女の子が出てくるのかな。サンキュお礼言える子は嫌いじゃないよ。ううう、就職活動中に靴ずれが。あー、さっきよりちょっとなんか難しそうだな。はい、やば、どうしたらいいんだこれ。もう一回、おい、せー、1910円ってあるけど、あれかな、お金かな、なんかちょっとずつお金がもらえるのかな、給料的な感じで。イエーイ、うまいぞうまいぞ、ありがとうございます。いいね、歩きにくい天狗の嫁って大変天狗の嫁も何もお前も天狗だろ。わっ、これちょっと難しいな、やば、修正できるか。あー、治療代1500円取られたの。天狗そんなことで怪我すんなよ。おい、よし、下側がいいな。よし、やばい、危な、今の、あー、どうしたらよかったんだ。うわー、むずい。お金なくなっちゃったらどうなんだろうな。これもどう修正したいんだろう、どう修正したい。あー、借金抱えちゃったよ。あ、コンティニューさせて。あー、よかった、こっからだった。でもお金0円か、お金なくなっちゃったらゲームオーバーになっちゃうんだな。もうむずいよ。やったー、綺麗にいってるぞ。あ、やばい、危な。でも1個だから、よし、戻った、なんかよくわからんから戻った。あー、反対側を叩けば戻るんだ、なるほど、これはいいことを知った。やったー、レベル3クリア。ノコギリで切れや、片付けない靴屋さん、これも頼むわ。お、1個目の女の子じゃないのこれ。うわー、結構上の方見えないけど、もっとあんのかな。あるねこれ。でも結構なんか範囲広いから、そこまで難しくないんだよなこれ。厚底やな。あ、ようやく汚い足が見えてきたイエーイイエーイ、おい、簡単、レベル4、レディ4。 お疲れ、ありがとう。言ってる言葉変わってきない。おーイエーイ、もうお金まっかん。うわー、これむずいぞ。レディー5だからラストかもしんないな。お、うまいぞ、やばい。逆側を叩く。あ、ダメだ、2500円高いな。あ、3回負け失敗したらゲームオーバーになっちゃうみたいな。で、ハイスコアを切ってきそうんだな。俺もハイスコアとかどうでもいいもんね。クリアできるか否か、それが大事ですよね。おい、まずいね、逆側。おい、んー、ここか難しいな。ここ、よし、これはもうミスりようがないよな。イエーイ、レベル5、レディー5、ラストかなこれ。サンキュー。またかかとに違和感が、うわうわ、もうずれてんだ。うわ、知らんよ知らんよ、戻さなきゃいけないってこと。いや、これ難しくない。真ん中がずれてんのかなこれ。お、これじゃダメ、どっかを修正していかなきゃいけないってことは、ん、あ、
おはやったぜ、うまいもんや。よしやったー、なんかようわからんけどうまくいったぞ。全部がガタガタにずれてたみたいな。おお、借金返せた。いつもすみません、旦那に怒られたけど無理。これはこれはまあ無理やわ、こんなもう絶対無理だ。デトルトさーん、あーまあまあ一個はほとんどの可能性でつかめんだな。頼みます、近う近こい。あやったー、やったー、すげーすげー